はい、えー、今日は2022年8月15日です。えー、まずですね、えー、戦争反対というのが必ずこの時期に、えー、特にエスカレートをしますで。学校の教科書もこの8月15日に向けて、えー、戦争ものをよく扱いますで。その結論は基本的な戦争は良くないという話です。平和がいいよね、戦争は良くないね、みんな悲しいね、当たり前ですよ。 みんな悲しい思いを世界中みんな同じこと言いますよただ、えー、それがそれとそれでとどまってしまってはダメなわけでなぜ、えー、我が国が戦争することになったのかしてこの国はまだ存在しているわけです1945年昭和20年8月15日の、えー、敗戦以後 日本は崩壊の危機にあったそれ以前にも崩壊の危機にあったそれゆえに戦争することになった日本がなくなるかもしれないそれを食い止めようとしたのが日米戦争ですその食い止めてくれた人たちは日本の海軍陸軍の人たちです我々の先輩たちが必死になって日本を守ってくれたから今日本はあるんです 我々は日本語を喋ることができている。日本の文化をそのまま、えー、維持することができている。大事な部分は結構失われてしまったんですけども、変えられてしまって。でも、日本人として我々が今まで持ってきたこの2600年の歴史の継続はまだあるんです。それは多くの 我々の先輩たちが命を懸けて戦ってくれたからです。そのことを教育はまず第一にしなければいけないのにそのことを真逆に教えるわけです。軍人は悪である。日本は悪である。悪いことをした。それで世界から非難を受けた。迷惑をかけた。 そういう教育を戦後ずっとしてきているわけです。恐ろしいことです。我々は敬意を持って真実を知ること。そして戦争の反対義語は平和、平和の対義語は戦争です。戦争状態が終われば平和になります。平和の状態とはどういうことか。 戦争が停止している状態です。停止している状態とはどういうことか矛盾や対立を含んでいるがまだ戦争停止をしている。戦争が終わった直前ですよ。でもそれが時間が経っていくとまたその対立や矛盾はエスカレートしていく。でそれがだん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 抑えきれなくなってまた暴発して戦争になる。 そして戦争が終わるとまた矛盾や対立が一旦解消する。でもだん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 とまたそれがエスカレートして戦争になる。その繰り返しをしているわけです。ですから平和を目指すということは結果的に戦争につながり、戦争が終われば平和が来る。そのそれを繰り返しをしていては我々は命を守れないわけです。ではどうすればいいか。安全を目指すということです。どんな対立、 どんな矛盾が生じようとも自分の国が安全であることが大事ですから平和を目指すということは戦争を目指すということになるわけですこんな単純な話も世界の人はよく知っている話です日本では教えない以上です